はい、今回イタリアグランプリの相棒はフィアット 500L です。フィアット500のね、あのちっちゃなフィアット500ありますよね。それの、まあ、あの親分みたいな感じで、ちょっとでかいですね。かなりでかいです。ちなみにフィアット500のノーマルはこれですね。これがフィアット500のノーマルで、こちらが今回の相棒のフィアット 500L。なんか SUV っぽいですね。これ日本には入ってきていないですよね、きっとね。まあ、大きなフィアット500の親分みたいな感じでね。これどうもね、フィアット500の兄弟分なんでしょうかね。フィアット 500X って書いてますね。フィアット 500L に L、 まあ奥に止まったのが L なんですけど、まあ、L の方が大きいと。で X は普通の皆さんご存知のフィアット500よりもちょっとでかいっていう、なんかいろいろバージョンがあるんですよ。こんな感じでフィアット3兄弟。ミディアパーキングで見つけました。これが500と X の違いですね。まあちょっと乗り心地は残念ながらね、期待しできませんしない方がいいかもしれない。まあバンって感じですね。格好はね、あのなかなかおしゃれなんですけどね、いいんですけど、まあ、ちょっとバンの息を出ないですね。フィアットらしい乗り心地です。まあガタイは大きいんですけど、案外ラゲッジがちっちゃかったりするっていうですね。開けてみましょう。まあ、スーツケース2個入ったらいっぱいかな。まあ、あのね、このカバー、トノカバーを外せば、それなりに乗るといえば乗りますね。さあ、内装行ってみましょうか。内装は、中はね、結構広いです。こちらリアですね。レックスペースも、結構ありますね。こちらが前のインテリア。あのね、フィアット500の小さなバージョンね、バージョンって変ですけど、小さなね、ノーマルのフィアット500のような内装です。内装はかっこいいですよね。デザインはおしゃれです。まあ乗り心地、まあフィアットって感じですかね。まああまりしっくりとは来ないかな。ちょっとなんかでかい分ちょっと無理があるっていう。フィアット500のノーマルの小さな方の方がまだキビキビ走ってそれなりに楽しいですが、これは正直言って走ってでもちょっと楽しくないですね。今回借りたのはディーゼルエンジンのフィアット 500L ですね。
さあ、これで乗って運転ドライブしてみましょうか。はい。
丈夫ですよ。
やつ。こっちから出れんのかな。フォトシャトルは向こう向いてるから出れるんだよね。Celebration for the Ferrari? No. No? No. 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 Many, many people. Ah. Not like Mario. Ah, Mario. Yes. Mario Rudy. Ah.
ビッグカジーノ。カジーノ？カジーノ。Grazie mille.